着ぐるみ。着ぐるみとは人体着用ぬいぐるみの略で人間が着用可能な大型のぬいぐるみを指す。イベントや遊園地のエンターテイメントショー、テレビ番組などで用いられる特殊衣類で中に人間が入り全身を覆い姿を変える演出で使用される。着ぐるみとは人間の全身を覆う等身大のぬいぐるみの総称で怪獣など架空の生物や人間や 擬人化した動物を表現する方法として用いられる。一般的には、遊園地やテーマパーク、企業のキャラクターや商品キャンペーンなどで用事、子供向けの着ぐるみショー一緒に写真撮影、風船や商品などを配布する作業を行い顧客サービスに従事ている。代表的なキャラクターは、ミッキーマウスハローキティなどの擬人化した動物型、ゴジラなどの怪獣型。 ロボットなどの造形が一般的であるが、映画の特殊撮影技術の一つとして、または幼児向け子供番組の登場人物、特殊な演劇的表現として、舞台演劇で用いられる。他にも、遊園地、テレビ番組、企業、CM キャラクターのマスコットキャラクター、漫画、アニメゲームキャラクターの着ぐるみか、有名人を擬人化した着ぐるみも見られる。また、 実写オリジナルの着ぐるみを制作し、PR イベントに活用する企業も多い。着ぐるみは日本にとどまらず世界中の企業、イベント、映画、テレビ番組、CM、遊園地等で様々な着ぐるみが活躍している。以前は着ぐるみを自分で購入するか、着ぐるみを扱う職を探さないと実際に体験することが難しい状態であったが、今では、 実際に着ぐるみを着て動いて学べる着ぐるみ学校も存在しており着ぐるみを持ってなくても事前に体験することも可能になっている大半の場合は着ぐるみの傍らにアシスタントやアテンドと呼ばれる付き添いの人が一人以上はいてあらゆる緊急事態に備えて監視を行っている付き添いの人間は着ぐるみの状態をチェックし着ぐるみで起こりうる 様々なアクシデントの対処も同時に行っている。また、すべてではないものの着ぐるみ内部に通信用の無線やイヤホン、マイクなどが入っていて直接外部と連絡が取れるものもある。日本の場合、公的な場所の多くは専門のスーツアクターが入る、もしくは着ぐるみ経験者や経験者から事前にレクチャーを受けていることが多い。スーツアクターは企業、団体よりイベントで 着ぐるみショーなどを依頼されることが多く、この場合ショーの内容は、客を十分に満足できるレベルに達していることが多い。スーパー、学校、お店などの単発で行われるイベントでは経費を節減するため着ぐるみだけをレンタルすることがあり、主催企業、団体の職員やアルバイトが中に入る場合もある。このような着ぐるみ賞が行われた場合、決められた最小限の動き、 写真撮影のためにポーズを撮るなど、上記のスーツアクターのような派手で大きなリアクションは、期待できない場合がある。ただし日常的に着ぐるみを着続けた結果、着ぐるみの動きや技能を独学で身につけた、事実上の専門スタッフか、元スーツアクターからの転職もごく一部ながら、存在する。一部の諸外国では、公共の場所にもかかわらず、故意に頭部を取る行為が見られる。日本では、 スーツアクターを含め着ぐるみが、控室以外で頭部を取るのはタブーなので行わない。ただし例外で頭部を取っても影響が少ない、地域戦隊などのキャラクターのお披露目を兼ねて取る行為は、稀にある。また、着ぐるみを着た人が喋る例は少ないが、船、シーア、ネバール、君など一部喋る設定がある、キャラクターも存在する。特殊な例としては、フジテレビ系子供番組、 ポンキッキシリーズのレギュラーキャラクターであるガチャピンがある。番組内においてガチャピンは様々なスポーツ等に挑戦している。よって中に入る人についてもそれぞれ各分野におけるエキスパートに依頼されることになる。スタッフ側の見解としてはあくまでもガチャピンはガチャピンそのもの中に人は入ってないと設定している。全身を覆う着ぐるみはその造形上 内部は体温がこもって、蒸れやすい上に視界が悪く、前方か足元のいずれかしか見えないのが普通で、音も聞こえがたい、汗をかいても着ぐるみを選択するには専用の業者に委託する必要があり、費用がかかるので頻繁には洗えないといった短所がある。中に入ると思うように動けなくなるため通常は、軽装で入ったり、最低限 T シャツを一枚着ることが一種のマナーとなっている。 他には、着ぐるみ着用前に頭部に面か、倒れて拭いバンダナ等を巻いておくと、汗は直接、これらの布地に吸われるため、着ぐるみに人の汗を付着させないような工夫も行っている。また、空気で膨らませたバルーン着ぐるみというものが使われ始めている。これは内部に送風機とバッテリーを装着し、空気を外部から供給しながら膨らみ続けて、 形状を維持している仕組みある、いわゆる風船とは違うものである。この仕様の着ぐるみは丸っこく膨らんだキャラクターの形状を表現するのに向いていて、ゆるキャラの着ぐるみを作る際によく用いられる。この様式のものは中へ送り込む送風があるが、機材が加算されるために、その分重量が重くなることと、バッテリー切れになると、途端に絞んでしまう欠点がある。このため、 通常のものと比べて、機材のメンテナンスの必要性と出演時間を、あらかじめ計算する必要がある。着用している人間の顔が見えるように作られている。着ぐるみは、お笑い芸人やアイドルが、コントテレビ CM などで着用することが多い。また、タラコ QP やゴートウチ、キティなどキャラクターの顔が見える。着ぐるみのキャラクターグッズも存在する。なお、テレビ業界では、顔の出ている。 着ぐるみのことを被り物と呼ぶことがく、顔の出ていない着ぐるみのことをぬいぐるみと呼んで区別している。現在多用されている着ぐるみという言葉は1980年代後半にマスメディアで生まれた比較的新しい言葉である。語源としては特撮マニアが着ぐるみという言葉を使い始めたあるいはトンネルズがテレビ番組で盛んに口にして広まったなど、いろいろな説が存在する。 こういった全身被り物キャラクターは、上述したように歌舞伎や狂言にそう求めることもできるが、特撮映画においては、特撮映画の金字塔であるゴジラシリーズ東宝が主役怪獣の表現にぬいぐるみを多用していたため、日本における特撮怪獣イコールぬいぐるみという図式が出来上がったと言われる。第一作のゴジラ1954年。 昭和29年において特撮監督、つぶらや英二は当初、戦前に制作されたキングコング1933年昭和8年に習って人形アニメーションによる撮影を主張しのであるが予算や撮影日数の限界から断念せざるを得ずぬいぐるみの手法を取ったのである。こうして海外の特撮映画がキングコング以後も 人形アニメ表現で発展したのとは、対照的に日本ではゴジラ以後、他者による怪獣映画、ガメラシリーズなどにおいてもこれは踏襲され、このフォーマットは後に続くウルトラシリーズや仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズなど、テレビ番組においても引き継がれている。この手法の表現であるが、ゴジラの母体である東宝など特撮映画、番組の現場スタッフの間では、 もともと着ぐるみの故障そのものが新しいもので、つぶらや栄治、河北孝一、有川貞だ中島春夫、村瀬次蔵、高山良作、古谷里氏をはじめ、現場スタッフは基本的にぬいぐるみ故障を取る。一方、現在、着ぐるみ表現を用いる業界者としては、牛尾掃除、水田和穂などがいる。 ぬいぐるみを着込んで怪獣などを演じる俳優はぬいぐるみ役者と呼ばれる。近年の出版物などでは関係者がぬいぐるみと呼称しているにもかかわらず編集者によって恣意的に着ぐるみと書き換えられることも多い。特撮ライターの山田正美は造形者から見た造形物としてのぬいぐるみと内部演技者から見た造形物としての 着ぐるみとしての故障の発症の違いを述べ、現場用語として現役である、ぬいぐるみ故障のマスコミによる言い換え排除、着ぐるみ故障への統一にことを唱えている。歌舞伎、狂言などの日本の古典演劇界での用語は、ぬいぐるみであり、着ぐるみではない。また、品田富之によると、映画の現場用語は、今も昔も、ぬいぐるみが使われており、この映画の技術用語、縫いぐるみに対する、 着ぐるみ故障への言い換えは間違いである。日本ではキャラクターによる着ぐるみに扮した者たちによって行われる着ぐるみ寸劇イベントが存在する。着ぐるみイベントの司会者が着ぐるみ愛好者の者たちを大きいお友達と呼んだことから小さいお友達、主に幼児、子供、大きいお友達、主に愛好者を指すと観客を明確にに分する表ができた。 大きいお友達については、それをビジネスチャンスと捉え、オリジナルデザインによる着ぐるみで、大きいお友達限定のライブや寸劇イベントをライブハウス等で行う業者が現れた。なお、ここで指す着ぐるみイベントは、あくまで主催側が手配した着ぐるみによるイベントであり、商業ベースでも一般参加者が主体のコスプレイベントは含まれない。 着ぐるみ表現による自動無形劇を最初に商業的に成功させた劇団としては、日本における影絵の第一人者である藤代清次主催の木馬座があり、そのキャラクターケロヨンと共に有名である。すでに解散したとはいえ、木馬座によるぬいぐるみ人形劇表現は、現在も活動中の着ぐるみ劇団に多くの影響を与えている。 着ぐるみによるイベントについては、特に舞台で演じられる演劇形式ものをマスクプレイ劇として区別する場合がある。マスクプレイの童話劇を観覧するイベントは、幼稚園など幼児教育の場においては、上層教育の一環として、現在では定番の一つになっている。このマスクプレイによる童話劇を専門職として行っている代表的な存在としては、 劇団飛行船が挙げられる。マスクプレイミュージカルの専門劇団として40年を超える歴史を持つ老舗でもあり、アニメ作品の舞台化の他海外公演も行うなど、日本の着ぐるみを用いた芸能演劇の歴史を語る上では避けて通れない存在でもある。他方、地域のボランティアなどで愛好者を中心とした衝撃団が組まれ、童話などのマスクプレイ劇の活動をしているものも、 少なくない。着ぐるみに対する愛情を、異常な性的思考やコンプレックス感情として、片付けられるのを、愛好家は嫌う場合が多く、また、現実問題として着ぐるみ愛好家の間でも、着ぐるみに対しての位置づけは人よって違う。呼び方に関すると、着ぐるみを演じる着用愛好家の人を、着ぐるまー、内臓、中の人、ドーラー、ドーラーと呼んだりする。いずれも、 一般的な表現ではないが、古くからあった呼び名は、内臓と、ドーラーである。木車という呼称は、着ぐるみをすることの意味の動詞、着ぐるむに、ER をつけて、着ぐるまー、メールになったものである。内臓という呼称は、外皮、着ぐるみの部分を皮と考える起きている、中身、内臓という感覚である。これは、着ぐるみと中身がほぼ一体となった感覚である。 ドーラーという故障は、その名前の通り、ドール、人形を演じる人、ER である。なお、これらの故障は、着用愛好家に対する故障であり、着ぐるみを着て演じることを職業とする俳優を指す、章ではない。一方、着ぐるみを単なる衣装と考え、先に述べた願望を持っていない者も,も存在する。その者たちにとって、着ぐるみは、目立つ欲望を満たすための道具であり、 着ぐるみそのものに愛着を持つことはない。一般に早期が容易な着ぐるみ、特に動物の形をしたものは、ファースト、ファースーツと称され、主に海外、アメリカやヨーロッパでの愛好者、ファーリーファンダムが多い。特に、アメリカでは人間型の着ぐるみを着ぐるみと称し、ファーストと使い分ける傾向にある。ファー、毛皮という言葉が意味するとおり、動物を模した。 もこもこした感触の希望処理が全身にかて施されているのが特徴で人間型の着ぐるみと方向性をことにする要素の一つであるアメリカではファーストなどの動物型着ぐるみを主題としたコンベンションが数多く開催されており大規模なコミュニティが存在しているその方向性も擬人化がある程度進んだもの体型が人間に似ている児童向けに デフォルメされたものなど様々である。面の造形がアニメのキャラクターのようになっている着ぐるみのことを言う。基本的に目が大きく、鼻が小さく、口はキャラクターによって大きかったり小さかったりする。顔面の各パーツはデフォルメされており、写実的ではない。デフォルメは心理的な感覚、可愛い、美しいとからくる誇張表現である。いわゆる、 萌えが意識されやすい。このような着ぐるみに入る着用愛好家の人を先に述べている通り、ドーラー、着ぐるまー、着ぐるみんと呼称する。オリジナルの着ぐるみとは、主に面の造形が既存のキャラクターの造形の真似や複製ではなく、着ぐるみ制作者もしくは発注者の自由な発想、意志によって作られた創造性の高い面のことを言う。 オリジナルの着ぐるみを着た者に求められるのは、その自由度と創造性の高さから、演技によって、自己のキャラクターを作り上げることである。また、基本のそのキャラクター及び、着ぐるみを着た者による、演技の美しさなどが、人々からの評価対象になる。あまねく着ぐるみを手にすることができるよう、コストを大幅に下げるため、工房が同じ造形のものを制作したものである。 量産することによってコストは下げられるものの、面のデザインは、着ぐるみ製作者の創造性の高い、オリジナルキャラクターだが、大量に同じものを量産したため、独創性を出す余地が、大幅に制限されてしまっている。既存のキャラクターの着ぐるみとは、主に面の造形が既存のキャラクターの造形の、忠実なる再現であり、着ぐるみ製作者、 または発注者の強い再現性実現への意志によって作られた忠実性の高いのことを言う。漫画、アニメなど既存のキャラクターをもとにした着ぐるみは雰囲気、仕草、性格の忠実な再現、また時に体型補正まで求められる場合がある。ゆえに既存のキャラクターへの強い愛と、それに関する深い知識がないと演じることはできない。 既存のキャラクターの着ぐるみを演じる者にとっては、自分が憧れのキャラクター自身になることによる、究極的な満足感と快楽を得ることができる。面の造形が、写実的であり、目や鼻、口なども現実に存在するかのような人間の顔の、作りになっているものを言う。これは、リアルマスクと呼ばれ、日本よりも、海外で多く見かける。また、写実的な面の多くは、 オリジナル作品であり、現実に存在する人間の顔を模写するということは、少ない。写実的な面を被る着ぐるみをする者は、現実に人間が着るような私服、事務服、制服を着る傾向があり、現実に存在する別人へ自分が変装している、変身している感覚に、事故の内側に隠れた、別の文の発見に対する、喜び、幸福、また隠れた、 別の自分を外側に出すことによる快楽、解放感を得る。顔の出ている着ぐるみとは、前述した通りに、芸能人がテレビ番組やテレビ CM で着るときに顔を出す穴が開いているものを、指す。動物やアニメのキャラクターを模した着ぐるみのパジャマが、近年流行、キャラクターとなりきり、一体化する感覚がある。2000年前後に、この、 着ぐるみパジャマ姿で外出することが一部で流行となり、着ぐるみんと呼ばれ注目されたことがある。これらは被り物とも呼ばれる。赤ちゃん、幼児やペット用のものも市販されている。顔の出ている着ぐるみを着て演奏するギリギリコミックというロックバンドが存在する。着ぐるみパジャマのメーカーとしては、サザックが幅広い商品数を企画、製造、販売している。 詳細はゆるキャラを参照。日本各地を代表するご当地キャラクターに限らないが、現在様々なマスコットキャラクターが存在し、イベント参加の都合などで着ぐるみが制作され、その地方のアピールをしている。そういったバックボーンが小規模のキャラクターには、既存のキャラクターにはない独特の魅力があり、最近その魅力を、ゆるさとし、ゆる、キャラとして人気を集めている。 ゆるキャラはその名付け親の三浦淳と負走者によって商標登録されている第482万1202号。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。